サービス終了。ソーシャル英雄デスゲームでございます。お嬢様。やあ、節田圭介です。では宝探しに行っちゃいましょう。これはイベント説明、これはいいか。これは何、矢印、うえー、落ちてくるやつ、うえー、あれトゲだよね。なんでこんな、これの真下になんかあったっけな。これ落ちてきたら大変だね。やめてよそういうこと言うの。真下なんかあったかな。でもここに何かあって、ここでこれを見るのに集中してて、上からどうならわかるけど何もないな。液晶、丸い形の液晶だ。流れる水の映像が映し出されている。じゃあとりあえず移動か。いろいろあるな。広いな。広ないですか。あ、こんな感じでいろいろエリア分けされてる。ホールがここか。ではじゃあ一つ一つ見ていこうか。では神殿、神殿、あ、メアちゃん、いいじゃん、やろうよ。神殿に置いてあるなんか天秤があるな。なんか天秤が2つある。宝探しか。で、女神の増薬と足よ。下半身のうにゃうにゃしてるの何なんだよ。いや、元気みたいな感じの手上げ方されてるけどさ、フランクに行けそうじゃない見た目してるんだよな、こいつの下半身。なんであんたねんけど。メアちゃん、ユウトくん、どうして一緒にいるの。ここ広いから、探索を手伝ってもらおうと思ったの。なるほど、協力か。それに、ユウタンとも仲良くなりたいし。なんでこんなさ、こんなツンドラとか、お前さっきこいつのことツンドラって言っただろ。もうどうしても仲良くなれそうじゃないやつと仲良くなりに行こうとしている。お前、それはアイドル気質か。無理やり連れてきてよく言うね。こんな状況で仲良くなんかなれないよ。まあまあ、落ち着いて。なんだい？え？みんな、扉が開かないよ。閉じ込められたんだ。え？4人揃った。罪を図る天秤に正しく立て、さすれば扉は開く。罪を図る天秤、正しく立て、上に乗るってこと。面のことに巻き込まれたじゃん。ごめん。天秤に正しく立てば扉は開くって言ってたよね。ちょっと試してみない。そりゃやるしかないけどさ。要は謎解きでしょ。任せるよ。ゲーム以外でこういうのしたくないし。やっぱお前ゲームばっかか。経験はゲームか。お前、俺も答えを考えてみるよ。みんなでテンベル。めっちゃ表情変わったな。めっちゃ目ギラギラ光らせてるな。お前ペットフードを目の前にした犬か。最大の謎を解こう。なるほど、こういう感じのイベントが始まるわけね。この右手なんすか。あ、ここまで寄ってきた。天秤、一人ずつ皿に立ち釣り合わせろ。この上に立つの。ただ立つだけではダメだと思う。釣り合わせろって書いてあるし。なるほどね。それならみんな体重は。俺は55キロだけど。そんなにピラピラ。アイドルの子なんか絶対言わんだろ、お前。メアちゃん。メアちゃんは絶対言わんだろ。言ってるさ、秘密ってところだろ、お前。どっちが出てるら。47キログラム。え？私49なんだけど、軽くない？知らんかな。知らんかな。体格の問題があるだろう。このユウトくん、あんま身長高くなさそうやけん、その分軽いとかじゃないん。13歳ならこんなもんでしょ。メア、あんたは不思議の国のキノコ10個分だよ。なんだ、不思議の国のキノコってなんだろう。食べたら大きくなれるんか。死ね。ひどくない、アイドルだもん。そこはワンダーにぼやかぼかさないとだの。強いて言うならレイカちゃんとちょっとだけ違う体重かな。
隅の重さとか言ったけどさ、体重でいいん？体重でいいん？ちょっと整理しようか。いつきくんが55キロだったな。ごめん、覚えてないんやけど。ゆうとが47だったっけな。で、れいかちゃんが、49だったか。で、そのれいかちゃんにちょっと近い数字だったって言ったな、めあちゃん。どっちに近いかは知らんけど。なんで勝手に乗ったん？なんでお前ら勝手に乗ったん？俺が選ばずにさ。とりあえず乗ってみた感じになってるやん、お前。俺の乗せたい感じに乗せるとかそういうんじゃないんじゃ。アイテムがいるな。なんかアイテムで帳尻合わせだ。これ !10 リッター。10リッターって何キロなんだろう。キロなんか調整するにはちょっと合う。ちょうどいいかもしれんのがあるな。他は、リンゴ。うわぁ、微調整できるような重さでないか、お前。もろ微調整できる重さじゃん。と、凶器。凶器！ナイフに、斧、ハンマー。こんな誰でも取れる場所にあるなんて。物騒ですね。お前、ルール、利用規約にさ、襲いかかっちゃダメとか言いながら、襲いかかる気、襲いかからせる気満々なもん置いてあるもんな。これちょっとさ、運営の人に聞いてみなあかんな。もし自分以外の8人全員殺したらどうなりますかみたいな、聞いてみたいな、聞かなあかんようになってくるじゃないか、お前。全滅させたら一人勝ちになるみたいな話になっちゃうんか、お前。怖いわー。でもリンゴがあるんじゃ。ちょっとこのリンゴで微調整できるようになったってことか。1キロ、3キロ、5キロか。メアちゃんがさ、レイカちゃんよりどっちに、どっちよりの近さって、重いのか軽いのかがちょっと気になるな。重りが1キロ、3キロ、5キロなんで、もし、ゆうとくんとれいかちゃん同じ天秤に乗せるとしたら、その2キロの差を埋めることができんので、リンゴで。多分、ゆうとくんとれいかちゃんが同じ天秤に乗ることはないんよね。それはわかる。となると、いつきくんが、ゆうとくんとれいかちゃんとはね、れいかちゃんとは6キロ、ゆうとくんとは、8キロ離れたのよね。この6キロと8キロ、8キロだったら3キロと5キロのリンゴで釣り合うんか。やけん、これの組み合わせでもできるっちゃできる。こう、いつきくん、れいかちゃんと、ちゃうな。ちゃうわ。いつきくんとゆうとくんか。で、8キロの差があるけん、それをリンゴ2個で、合わせれる。で、じゃあ、レイカちゃんと、メアちゃん乗せたときに何キロ差が出るかって話なんやけど、ちょっと試してみるか。これ、どう乗っとんこれ。いつきくんとゆうとくんが乗っとき、8キロやな。8キロの差があるんやな、これ。つまり、この場合だったら、ゆうとくん側に3キロのリンゴと5キロのリンゴ乗せれば帳尻は合うんよ。あ、コメント出てきてる。ちょっとコメント消してきます。1キロのリンゴ。あ、これ読みたらさ、レイカちゃんよりも、もう、メアちゃん軽いってことになっとんな。ってことは、レイカちゃんのところに1キログラム置いて、3キロ、ゆうとくんじゃ。ゆうとくん。で、5キロもゆうとくん。これでいいんちゃうん。オッケー。罪は、釣り合った。体重イコール罪なんじゃ。メタボは罪って言いたいのか。メタボリックシンドロームは罪だと言いたいのか。そう心臓、鉄の矢に捧げよう。え？ダーン！やがー！どうした？え？ちょっと、嫌は？まさか、スキル？スキル、バレちゃった？スキル？なーにこれー？メアちゃん？トランプ。
もしかしてお前の英雄ってトランプマンか、トランプマンが英雄なのか。あー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 、そうか、アリスってトラップ出てくるな。わあすごい、そのキャラクターに合っとるような英雄がついたんじゃ。トランプ、アリスか。アリス、うん、私が引いたのはアリスだったの。スキルはトランプを操ること。トランプを出して遠くに飛ばしたりできるみたい。めっちゃ便利ですね。すげえなあんた。実際こう矢が飛んできたのをさ撃ち落とせるんやけんさ、相当のコントロールがあるよお前。操るにしたってさ相当のコントロールがいるよ。もう使いこなしてるの。トランプが武器ってこと？かっこいい。えへへ、褒められると悪い気しないな。クール&ワンダーって感じでしょ。おお、メアちゃんになんかぴったりの感じだって。お前胸のあたりにダイヤとハートがついてるもんな。もうトランプっていう感じやわ。もうメアちゃんだからこれ配ってあげようっていう運営の意思が見られる。楽しそうだね。それより一つだけプレゼントがついてる矢があるよ。プレゼント、本当だ。中身はもしかして秘宝かも。気持ち悪っ。トラップを回避した賢いあなたへの報酬です。運営ギガン、命がけで目玉だっけ。ちょっとクロ、私はいらないよ。そう、じゃあとりあえず私が持ってるね。とりあえず持っとくようなもんじゃないぞお前。なんだ、誰かがこれから目をえぐられることがありますから、これで治療してくださいねみたいな。赤のギガン、なんかはめ込んだら、あれどうした。おいちょっと待って、乙女さんおるぞ。メアのファン、すっごくワンダーだよ。どうして出てきたん、どうしてどうして乙女さん出てきたん。まさかその牛乳を俺に見せてくれる感じ、見せに来てくれたん。嬉しいな。この膨らみを見ただけで俺はすっごいテンション上がるんだよな。弱いファンですけど、へへ。メアちゃん、乙女さん。あ、レイニャン、イーくん。いきなりあだ名つけ始めてるな、この女。でもそれぐらいのさ、それぐらいの人懐っこさがなかったらアイドルしてやっていけんのだろうな。レイニャン？ずいぶん楽しそうに話してたね。うん、乙女さん、私のファンらしいの、ありがたいよね。そうだな。ファンのおっぱいだったら思わせてくれるんじゃないか、頼めば。いいな。ああ、アイドルだって言ってたね。ソロでやってるの？あ、メアさんはまだソロ活動してませんよ。不思議の国をコンセプトにしたユニット、ワンダランドのリーダーなんです。もう完全にさ、アリス配られんかったらええってなるよ、ね。それでこの子に徳川家康とか配られとったらさ、ええってなるよ、ね。ミスチョイスやな。ミスマッチもほど肌々しいが。ワンダラは最近いろいろ大変なんですけど、メアさんは変わらず笑顔でいてくれて、メアさんはファンに生きる理由をくれる本物のアイドルなんですよ。ああ、そうなんじゃ。あは、ありがとう。いつもこのくらいハキハキ喋れば良さそうなのに、乙女さん。いや、ごめんなさい。熱くなっちゃって。好きなものに一生懸命なのはいいことですよ。そうだぞ。俺だって、その乙女さんの胸についている二つの果実がすごい好きですよ。目玉いります。さて、ここの謎は解決したわけで、だったら次バルコニー行きましょう。目玉が何に使うかって話じゃ。あ、あんちゃんで。あんちゃん、あんちゃん、お兄ちゃんみたいな感じで言ってるな。あんちゃん、妙にポケットがパンパンだけど、どうしたの？中からタケコブタみたいな感じで出てくるのか。だからお前頭の上に猫乗ってるのか、お前。そういうところ意識してるのか。宝見つけた。宝？嘘、もうそんなに？それだけ見つけたら、あんちゃんはランキングの心配なさそうだね。独り占めはしない。考えがある。なんだい？考え？
アンちゃん、何をするつもりだろう。アンの発言。あと、みんなに話がある。ホールに来て。え、わかったよ。はあ、ホールに行ったらストーリーが進む。何か交渉しか聞こうとしてるな。ああ、そうか。これをさ、見せて乙女さんに、これあげるから、父も持せてって言うのか、お前。ホールに行ったらストーリーが進む。だったら、先に別のところ見ていきたいし、そもそもここをまだ見てないな。観葉植物があったり、外が、あ、水底の映像。お虹で、虹の紫の方から矢印がついとるね。あー、なんかちょっとわかった気がするぞ。この目玉赤い色やけどさ、もしかして虹の7色。あれ？これ7色ないな。まあいいや、6色ここにあると思うんで、この6色の目玉を集めて、この順番で並べたら何か起こる的な感じになるんじゃないだろうかっていう推測。まだ根拠はないけど、ちょっと推測してみます。これで当たっとったらすごいね。パート4あたりですごいね、せつけさんみたいな感じでコメントしてくださいね。当たるかは知らんけど。バルコニーが今おるところ。じゃあ PC ルーム。PC! うわ、めっちゃ配線の巡らせ方がちょっと不気味やな。なんか欠陥みたいで。ユードくん。ねえ、レイカ。ちょっと頼みたいことがあるんだけど。なんでお前そんな微笑んでんだ、お前。お前そんなキャラじゃなかっただろう、お前。さっきまでよ、お前。お前さっきまでさ、ついてこないでよ、みたいなこと言おったくせに。何をお前そんなにさ、可愛らしい顔し始めろ、お前。妙に笑顔だね。もう不気味だろ、お前。妙に笑顔だね。どうしたの？笑顔じゃ悪いわけ。いや、ちょっとした実験なんだけど。デバイスを使って JP を交換してみない？あ、そういえば、そんなことをできるって言ってたような。そうそう、実際にやってみて、交換の仕方を確認したいんだ。お互い、1ポイントずつだけ交換してみようよ。そうはな、確認しておくのは大事かもしれんな。とっさね、交換しないところ、あかんところ。ちょっといいかな、ユウドくん。JP を交換するなら、デバイスも交換してやってほしいな。え？私がユウドくんのデバイスを持って、ユウドくんが私の手でやるってこと？は？そんなのやだよ。僕の英雄やスキルを見られるかもじゃん。だからこそだ。そこまでしてもらわないと、俺は君を信用できない。なるほど。確かになんかさ、ありそうだよね。こいつさ、このユウトくんさ、あんな笑顔見せるときが来るんかって思うぐらいの笑顔しとったもんな。キャラに合ってなかったもん。声前の態度を見ていると、君が本当に1ポイントだけ交換してくれると思えないね。ユウトくん、騙す気だったの？ち、鬱陶しいやつ。ああ、いいよ。他に騙せそうなのを探すからさ、ほんまに騙す気だったん。あと言っとくけど、いつき、僕的にはあんたが一番信用できないからな。姉さん、取引を持ちかけられたら、警戒してね。そうだよね。下手すっちゃら死ぬゲームだしね。わ、できた弟だな。面倒なセキュリティって。いつきくんセキュリティ扱いされてるな。セキュリティいつき。あ、マジか、こんなん見えるん。いろいろおるんやな。信長、ああ、いつきくんが手に入れたやつやな。ジャンヌ、アリス、はメアちゃんが手に入れたやつ。ハデス、ユグドラシル。味方の戦闘不能。戦闘不能を復帰できるみたいに。え、戦闘、え？ハデス、怖っ。戦闘不能か、グレーテル、ヘンゼル。グレーテルが、レイカちゃんが手に入れたやつがいけん。レアアイテムのって書いてる。レアアイテムの、観察眼ってそういう意味なん？
レアアイテムの居場所を分かりやすいみたいな。ネズミ小僧とかおるんやな。はあ、いろいろ情報があるな。へえ。ちょっとまだ今の状況じゃ何も開けんけど。じゃあ次、書斎行きましょう。誰だお前。ああ、お前か、小説か。リオンさんやな。ハロー。お前、いろんな言語で喋るな、お前。お前、そんなにさ、マルチリンガルっぷりをアピールしたいのか、お前は。宝は見つかった？それが、全然。見つけたのは、変な義眼だけですよ。そうか。ところで、関係ないんだけど、少し悩んでいることがあるんだ。何ですか？なんだ、お前。どこの国の国籍アピールした方がいいのか、ちょっと、悩み始めてきたか、お前。どうも、みんなから警戒されててね。いくら初対面だからっておかしいとは思うんだけど。そりゃそうだろう、お前。いろんな国の言葉使いやがって。お前何人やねんって話になったと思うな、みんなから。お前ほんまは何人やねんって。どこの国の国籍やねんって。どうしたら信用されるのかな。そうやな、外国語がちょっと怪しい感じがするよな。たまに外国語を挟むのやめたらどうですか？え？あいのせい？姉さんも外国語を鬱陶しいと思ってるんでしょ。え、月、そこまで思ってないよ。毒ついたな。変か。そうか。ああ、弟がごめんなさい。本がいろいろあるわけで。情報？あ、いろいろ情報があるんじゃ。ヒントから脱出への糸口を見つけるとき。ああ、こう見たらなんか、主人公らしいって気がするな、これ。脱出へのキーマンになれるっていう感じが。信長。ジャンヌ。あ、ジャンヌ。美しい人だった。味方の HP を全回復。異常状態回復っていうのがちょっと。なんかのイベントで毒とかにかかってしまったら治せますみたいな感じかな。アリス、さっき見せたところやな。お稲荷様、冒険に連れて行くと運が上がる的な。獲得コイン数が小アップ。まあそんないろいろなんがあるわ。なこれ、あら、あ、これさっきの虹のやつでないかお前。あ、これ、矢印の順番に押していったらみたいな。そう、さっきあったな。2×3 のスイッチ。あ、これ重要じゃ。ちょっと覚えとかなあかんな。どこに何かあったか。赤、水色、黄色みたいな。覚えとこうか、ちょっと。よっしゃ。いいもん見たわ。あと、属性とかあって、5つの属性。火、気、水はちょっと予想っていうか、想像通り。と、闇と光はお互い、あ、モンストやな。要はモンストを思い浮かべればいいな、これは。属性のやつがあって、スキルがあって、ボスとかあるんじゃ。あ、ボスと戦うとかあるんじゃ。はぁ、あ、はぁはぁ。進化もあるのね。わぁ、ソシャゲやん。もう、ソシャゲっぽいわ、この感じ。もう普通にソシャゲしてくれてるな、これ。英雄ゲームを紹介してる。こんな感じのやつがあって、VR もあるんじゃ。もう今時って感じやな。へぇ。なんか光ってるよ。ギガンまだ出てきた。てか、緑のギガン。まさに俺が言った通りの展開になるかもしれないけどさ。もうあれ出てきたもんな、PC ルームのこれの順番よ。ロックのかかった順番。あ、待て、ちょっと待って。押す順番覚えてないな。押す順番の方覚えてないわ。どこにあったっけ？これこれこれ。紫から青、緑、黄色、オレンジか。オッケー。さっき押しとこうか、もう。ロック解除しとこう。紫。
紫、青、何やったっけ、緑か、緑、オレンジ、ちゃうわ、オレンジよりも先に黄色やし、間違えた。まあ、とりあえずやっとくだけやってみよう。紫、青、緑、黄色、オレンジ、赤。あれ、目玉じゃないんじゃ。目玉ではないんじゃ、まあ、今回は。とりあえず、これで6解除できるんじゃ。なんこれ。蛇の魔物は嫉妬の瞳、騎士は青色の瞳、そして姫君は燃える太陽の瞳。瞳の話が出てきたな。ちょっと瞳の色を覚えといた方がいいかもしれんな。蛇が嫉妬の色ってなんだ。嫉妬に色なんかあるん。紫っぽいなんだけど、なんか騎士は青色、青空の瞳、騎士、つまり水色かな。青水色とてもいいけど。で、姫が太陽の瞳、オレンジか赤かちょっと微妙なところやけど、赤にしとこうか。メモっとこう。石像の部屋のヒントみたいだ。石像の部屋なんかあったっけ。石像の部屋まだ行ってないよ。なんで知ってん。待って、石像の部屋まだ行ってないだろ。なんで知ってんのお前。観察眼それ以前の問題ですよこれ。俺書斎までしか行ってないやろお前。石像の部屋まだ行ってないのに、なんで石像の部屋だみたいな感じで言えてたよお前。行ってないぞ、行ってないからな、ここまだ。